本土最南端佐多岬残り8キロ。チョス優勢です。日本一周から205日目、ついに日本本土最南端の地大隅半島にやってまいりました。すごい、今日は順調に行けば佐多岬に着くので、最南端の地目指して漕いでいこう。ふぅの最南端佐多岬直進8キロ。おっしゃー、あとちょっとだ。行くぞ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 。おお、これをあっち行くんかな。おお、本土最南端佐多岬。でもなんかもっと先がありそうだよね。チャリンコ置いていざ向かおう。いざ行かん。本土最南端佐多岬 Welcome to Cape Sata。 到着。いやー、これはいいわ。見てください、この言葉が出てこない。いいわ。ちょっと景色楽しんだら、もう一個やるべきことをやりに行きましょう。もう一つの目的を達成しに佐多岬観光案内所やってまいりました。よいしょ。証明書ってもらえますか、本土の。はい、ありがとうございます。いただきます。日本本土最南端到達証明書、イエーイ。実は最南端があるということは、もうすでに行った最北端もあるということです。そしてなんと最南最北だけではなく、最西端と最東端も証明書があるということで、動画にはしてないけどすでに行ってきております。ペペーン。今日ゲットしたのがこれ、佐多岬。令和3年1月14日。そして、最西端、長崎県佐世保市、神崎花。令和2年12月8日。そして、根室、令和2年8月25日。野サップ岬。そして、最北端、宗谷岬。令和2年8月4日。このフォーマットも綺麗に揃っててね。すごいんだけれども、なんとすごいのは、これだけじゃないんです。これ全部揃うとね、何が起こるか、ではご覧に入れましょう。なんと1枚の証明書になるんです。日本本土4極踏破証明書。あなたは日本本土の東西南北の果ての地を全て踏破されました。
これを記念して証明書を贈呈いたしますと。僕は自分で書くんだろうね。これがね、それぞれのモニュメントとなっています。うわすげえこれ。いやーこれはほんといいわ。日本本土、東西南北の最果ての地を全て踏破したと。それではいよいよ次は沖縄編。沖縄を楽しみだ。今からフェリーに乗って沖縄に向かうということで。ていうかさ、5時20分でこの明るさってやばくない？見てくれてありがとう。チャンネル登録もよろしくよろしく。